報告、アレスとロキが大軍勢を引き攻めてきました。その数計り知れません。ここを奪い前線を押し上げるつもりか。奴らの到達前に援軍が来なければ持ちこたえるのは厳しいかもしれんな。我が君、案ずるな。このようなところで無駄に命を散らすつもりはない。まずは本隊に伝令を送り判断を仰ぐとしよう。人間と仙人の決死の抵抗が実を結びつつあった。連合軍は各地でオーディン軍を撃退。オーディンの勢いは一旦停滞する。この状況を危ぶんだアレスとロキは自ら出陣、大軍勢を率い宗妃が守る連合軍の城へと攻め寄せた。劉備たちからの伝言を預かってきた。城は放棄し将の命を優先せよとのことだ。ふん、女神を伝令代わりに使うとは連合軍も随分偉くなったものだな。いや、私が自ら引き受けたのだ。人間の兵よりも早く移動できるからな。すでに包囲はかなり狭まっている。父の力を奪ったアレスは危険だ。私も早く脱出することを進めるが。わかった、ならばそうしよう。一つやるべきことを果たしてからだがな。城が包囲されるのは時間の問題。脱出するなら今しかないが、どうするんだ。敵本体は未だ南にある。まずは北の砦により敵前衛を迎撃。敵がひるんだ隙に西より撤退を図る。敵は大軍、砦を守る加工派と合流できなければ我らに勝ち目はない。あの砦にもすでに敵が押し寄せているようだ。急いだ方がよかろう。息子、あと少し打ちこたえてくれよ。その際捨てたものではないな。今のところアレスが動く気配はない。だが奴は父上の力を手に入れている。戦いになれば相当の被害を覚悟せねばなりない。加工、よくぞ砦を死守した。状況はどうだ。いや、ここは攻め口が一つしかないんで、どうにか防ぎ止めてるってところです。さてどういうことだ。俺が負けるなんて。期待しておるぞ。攻めがたく守りやすい砦とは都合がいい。寄せての戦力を削り撤退の機を伺うとしよう。ならば私も力を貸そう。それは言うとりだ。万有だったか。さすがですね。私も勇気が湧いてきます。よう息子、よく粘ったじゃないか。さすがは俺のせがりだぜ。いやいやいや、任せすぎだって。もうダメかと思ったよ。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。そういや、今まで言いそびれてたけど息子が世話になったみたいだな。いえ、私はただ加工派さんがさまよっていたところを偶然見つけただけです。むしろお礼を言うべきなのはこちらの方です。たくさん守っていただきましたから。敵の攻勢が止んだようだ。西への道が開けた。これより撤退を開始する。これは源の義経。いかなる敵も止めてみせる。行くぞ。我らの前に道は開かれた。チェサー。ああ、素晴らしいお働き。あなたとの戦戦になりそうですわ。西へ逃げてくださいと言わんばかり。
さすがに考えすぎだよな。そうチェイサー。悪いがここでゆっくりしていってもらうよ。うまくいきすぎてる気はしてたんだ。これ以上頑張られると困るんだね。悪いけどちょっと本気を出すよ。我々を逃がす気はないらしい。アリス、お前はそこまでして何を。西への逃走は完全に読まれていたな。このまま逃げ切れるのだろうか。第2第3の伏兵があると見るべきだ。進路を変え南より撤退を図る。いずれにしろ油断はできない。その際捨てたものではない。一見敵の追撃をしのいでいるように見えるけど、実際のとこどうなんだろう。なんだか敵に誘い込まれているような、そんな気がします。幾度攻められ叩きのめされようと諦めることを知らず歯向かおうとする。やはり人間は愚かで弱い。絶対的な力で支配することこそ奴らのためなのだ。随分遅かった。軽能な怪物を従わせる私の身にもなってくれ。ほら怪物ども、せめて命令通りに動くんだ。さっさと奴らを叩き潰せ。かしこまりました。追っ手の到来は予想していたが、紹介怪物どもの大将がよく似合っている。この正式をバカにするのか。おとなしく私の踏み台になるがいい。私たちから逃げる術などないわ。彼らもなぜまだ抵抗するのだろう。愚かな人間どもに教えてやろう。絶対的な力の差をな。アリスが動いた。体を塞ぐつもりか。ならば待て。またも神の力で弱き人間を守ろうという。いや、人間の強さならよく知っている。お前たちが来るまでタイロを守るというだけだ。それ、言ってくれる。さっさと周囲の敵を片付けアテナを援護するぞ。よし、我々も急ぎ脱出路へ向かうぞ。さすがの腕前です。ああ、素晴らしいお働き。あなたとの戦、癖になりそうですわ。さすがの腕前です。アレス、世を滑るなどと本気で言っているのか。そう、俺はオーディンと共に絶対神となる。父上のように人間となれ合う神など害でしかない。絶対的な力で支配してこそ争いのない安定した世界が訪れるんだ。アレス殿の考えこそ主神にふさわしい。私とオーディンの目は間違っていない。アテナ殿、ご無事ですか。ああ、怪物どもが片付いたようだな。結局神様からは逃げられない。俺たち、まんまと乗られてたってことか。ここまでは。だが、最後に奴らは思い知るの。人間は、思っているほど弱くも愚かでもない。まさか、初めからアレスと戦う気だったのか。最後に策を覆してやれると。全く人間とは。
ですね。私も勇気が湧いてきます。逆らう相手を間違えたな、その浅はかさ。後悔させてやろう。絶対神が決めた道をたどるなら、くだらん、誰がそんな天下を欲するものか。争いの矢だと神に支配されるってのもな、自由が許されないってことだろ。確かに人が作る世界は完全とは程遠い。だがそんな愛しい世界を今の私は守りたいのだ。なんとか逃げ切ったか。いやー、今度こそダメかと思いましたけど、アテナ殿のおかげですね。私は一人でオーディンやアレスと戦おうとしていた。だが人の力と知恵がなければ私は今ここにいない。女神としてふさわしくあらねば。そんな考えにとらわれて数々の非礼を働いたこと、あ、心からお詫びします。どうかこれからも力を貸してください。世界を救うために。皆さん、ご無事に戻っていらして何よりです。でも、アテナさん、ちょっと雰囲気が違うような。普段は女神としてあるべき姿を保つよう努力していますが、本来の私は威厳などとは程遠いのです。失望なさったかもしれませんね。ですがあなた方にはきちんと素顔で接さなければと思ったのです。失望なんてとんでもありません。今のアテナさん、話しやすくてとっても素敵だと思います。そうですか、よかった。それにしても総妃には驚かされました。わざと策に乗ったふりをしてアレスに接触するなんて。奴が何のために父を裏切りオーディンについたのか、考えの一端を知りたくてな。奴はゼウスへの不満につけ込まれ、オーディンに共に世を支配しないかと持ちかけられたようだな。奴の器そこまでのものとは思えぬ。後で手痛い目に遭わねばいいがな。